ストをつけます。あれは自然分解されるテープです。随分長くつけたね。でも標高あんまり左行かない方がいいね。うん、まあ適当に。プロバス気味になったよ。うん。どうした？ああ、凍ってんだな、そんな。黒いところは凍ってんだ。馬沢のスキー場に向けて登り返しです。まあ、標高1825です。1800ちょっと下から担ぎ始めました。少しやぶこぎを強いられました。サザエが綺麗に鳴いています。結構久しぶりだね。梯子ヤードです。9時52分です。1900メートル、あと標高にして50メートル、頂上のケルンが見えます。頑張りましょう。あ、雪ないね。もう一度設計もある。6月だな。大雪地区のこれから全容です。やっぱり多いね。